아니, 今日は カップヘッドを遊ぶよ。 このゲームは萌実ちゃんがね遊んでたゲームなんだけど、もう世界一やりたくないって言ってたから、じゃあね、 AI の私がクリアしてあげようってことで頑張る。早速ね挑戦していきたいと思うよ。いや頑張ろう。こうだって始まったよ始まった。これで撃って歩いて上も撃てるし、このなんかビームみたいでね敵をねやっつければいいんだね。オッケーオッケー。あ上からもね、上からも来る。 ちょっと待って、もうちょっとゆっくりね、理解させてから、理解してからやらせて、このコインみたいなのは取っといた方がいいのかな。オッケーオッケー。ほんで、回って、もう、ポイフルみたいなのが来た。待ってね、これは、あー、なるほど、なるほど。確かパリにすれば必殺技のゲージ溜まる。もうすごい、ゆいたい。ポイフルみたいなの投げられた。とにかくね、あのね、ポイフルめっちゃ投げてくるじゃん。美味しいと思うんだけどね、当たっちゃったらやられちゃうから、なるべく当たらないようにこれでね。あー、すごい、コンペイトもある、かわいい。来た来た来た。これコンペイトなのかな、わかんないけど。あー、もう、喋る暇がないぐらい。おっと、喋る暇がないぐらい焦らせてくるっていう。はい、ポイフルを投げて。あー、もう、はちゃめちゃだな。 このゲームカップヘッドはティーカップかな、ティーカップの兄弟がなんか火事ので、お金をね全部使っちゃって返済できないから、なむじゃらみたいな。<笑>お、必殺技ゲージが溜まった。<笑>よし、使えるかな必殺技。使ってみようかな。よし、じゃあ必殺技使ってみるね。で、どうだ。うわー、今の使えた感じだよね。うわー、待って、HP1？ どういうことどういうこと。え、やられかけてる。うわー、うまいんじゃない私。あた、おったよ、来たよ、牛乳瓶。 牛乳瓶じゃないけど、なんか牛乳ボトルみたいな。おっと、そう、それでティーカップの兄弟たちは、やら、あー、やられちゃったよ、やられちまったな。ナウゴー。せっかく結構うまくいってる感じだったのにやられちゃった。あはは、やっぱりねちょっと喋りながらプレイすると、やられてしまうかもしれないので、集中しながら喋れそうな時に喋っていくことにする。そういうプレイスタイルでね、やっていく。おー、ダーリンはね見てて、私のこのアクションをね、あーもうタケコプター、タケコプター食べてる。うーん、取って、あー、うっそ、タイミング悪っ。 どう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 
な、本当にもう痛い。暴力反対。カップ兄弟がね、借金返済のためにカジノの強い人から依頼を受けてね、それをやっていくみたいな感じだと思うんだけど、結構ブラックな感じのお話だった気がするんだ。まあなんせね、私英語があんまり読めないもので、フィーリングでね。ブラーボー、ブラーボー、オッケーオッケーオッケー、あーやったやった、わ天才、私天才なんじゃない。英語があんまり読めないもので、わー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 、あのね、ちょっとね、確かにやられちゃったりはしたけど、結構ほら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 、グレード B だって。クリア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 したよ。次はどこに行ったら、あ、お店あるね、ショップがある。おー、豚の兄ちゃん、いろんなものが。 HP アップは必要で、次はスモークボムかな、コイン3枚しかないからこれにしときます。豚の兄ちゃん、グッバイだって、バイバイ。装備するのを忘れちゃダメだぞ。わかってるよ、先輩。わかってるわかってる。ハートとスモークボム、一つしか装備できないみたい。じゃあね、スモークボムを装備することにした。オッケー？スモークボムっていうのは名前だけど、実はダッシュするときに少しの間消えるらしい。じゃあ、まずね、というか、初ボス、初ボスだ、初ボス、じゃがいもじゃん！完全ジャムじゃん！口からじゃがいも、え、じゃがいも以外にも吐き出すんだね。はい、こいつはね、口からじゃがいもとヘビをね、吐き出すね。おっと、ヘビとじゃが、お、あ、勝った勝った勝った、わ、楽勝じゃん、もう楽勝、じゃがいもです。うえ、うそ、うわ、たまらねえ、玉ねぎ、お、ビビってる、この玉ねぎビビってるぞ。泣き出した、泣き出した、泣き出した、え、ごめん。でも、やっつけなきゃいけない、うん、この涙に当たらないようにした方がいいってことかな。うまい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 、
まだ。わあ、次は人参。あ、この人参怖いな。怖いね、ちょっと目が。お目が三つになった。新たなるフォルムで頭を丸々して、あ、海岸、海岸して、おー、逃げろ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 、ビームに当たらないようにね。危ない、おー、勝った。まだ、もう人参飛んできた。このミサイル型人参怖いな。よし、かわして、しゃがんだりかわしたりしてね。これ結構、お、いったやったどうよグレードド、おー、ビー、やった。初ボスもね、楽勝にクリアしちまったぜ。私結構いいんじゃない、才能あり。全ボスの魂の契約書を集めるのがこのゲームのストーリーっぽい感じかな。よし、いっぱい悪い子をやっつけるぞ。魂ってことは命を奪うってことなのかな。これってもしかしてドラクエのスライムっぽい感じ。あ、スライムじゃん。スライムだったらさ、レベル低めだったと思うから多分勝てる。うわぁ、うっさぁ、なにそんなフォルムチェンジの仕方あります。まあね。うわ、なに怖い。ドラクエのスライムぐらいならね、赤カップくんがやっつけてみせますからね。でかくなった。あ、成長したってこと。ああ、パンチ飛んでくるよ。パンチ飛んでくるから、危ない。かわせもうちょ集中するね。危ない。もうちょパンチはやめろ。あ、やられたくない。やられたくない。待って、落ち着いて。ああ、私がね、落ち着いた方がいいよね。いい。今ね、すごい。わあ、何、システムをなおまだ戦い続けるということか。なるほど。これはね、あの、多分魂を奪えたと思ったんだけど、システムをなおまだ私に対抗するということか。うわあ、どうしよう、どう当てるの。当たってるこれ。ちょっと、勝った。あ、勝った。え、すごい。あー、すごいね。よし、クリア。オッケー、調子はいい感じだと思うよ。結構私にしては。よし、クリア。じゃがいもです。